何年かあの日描いてた将来はなんて正直あんまない。今行きたい君といたい頭かなわってけ18 28焦燥とそれなりのグッデイ、ふざけんな平等に裁け、髪よりもペンと紙、攻めんな展望台今。正直思ってた、大人になればと思ってた、25超えたらさ、大人になるって思ってた。描いてた未来はさ、まるで絵本でさ、現実味なんて全然ねえけど、憧れだけは詰まってて。今メイクアップ消し跡だらけのペーパー破れかけてるぜ、ほら道徳価値観物差しの奇跡、そんなの捨てろよすぐに。何年前から準備期間だ、もう聞きたくねえ、なけなしのブルース歌ってみる、駆け出しのリーズン、簡単だろうな今。桃色買うプレイバック、これからベトンとマイフューチャー、1日10年前プレイバックしてる暇ならばもうねえわ、10秒しかねえわ、より10秒もあれば十分だと、攻めな未来にファーコーク、一回の人生をタップトーク。なんでかさ、なんでかはわかんねえけど、最近さ未来を考えるってか、未来が前より想像できるけどさ、描きたい未来とさ、ちょっとだけ違ってさ、こんなで大丈夫かって心拍がずっと脈打ってる、ビビってる曇りのち何色かずに避ける、頭ならば捨てろ、手を出す前に考えろ、今目を閉じもう一度未来を想像、ちゃんと見えてる。本当学校で敷かれたレールの下に隠してるまさらのキャンパス、もう一度字に書くビジョンを今。これからベトンとマイフューチャー、1日10年前プレイバックしてる暇ならばもうねえわ、10秒しかねえわ、より10秒もあれば十分だと、攻めな未来にファーコーク、一回の人生をタートン転換、自分の人生迷惑かけてもひっくり返せ、ほらいつだってワンプレイヤー、代わりはもういねえわ、10年これからだ、は10年一瞬だと、最低な未来をカッポ、一切がさくらっと。